ルチャンネルをご覧の皆さん、どうも、アルでーす。今回はですね、グリーンさんの星影のエールをカバーさせていただきました。この曲はですね、今本当にもうコロナの中でね、とても不安な中で、すごく元気な気持ちをもらえる、そんな曲だなと思って選ばせていただいた曲です。本当にグリーンさんらしい、まっすぐな言葉、まっすぐな声で、本当に一つ一つね、心にメッセージを置いていってくれるような、そんな曲になっているなというふうに思っております。特にね、サビの星の見えない日々を超えるたびに、互い照らすその意味を知るのでしょうっていう、ここがすごく好きなんですけれども、本当にこのさ、もうコロナで先が見えない状況の中、人にも会えなくなる、生活が一変してしまって、明日生きていくのも精一杯っていう方も、たくさん溢れてしまっていると思うんです。でもそんな中だからこそ、家族、親友、友達、愛する人、そんな人たちと手を取り、助け合い、心の距離は縮まったっていうようなね、何でもない日々がとても大切だということをね、改めて気づけた年でもあったと思うんだよね。私は本当にライブもできなくなって、イベントもできなくなって、ファンのみんなにも会えなくなってしまって、この先どうしていけばいいんだろうって思う中で、生配信というのをやっていく中で、一段とファンのみんなとの距離が縮まったりだとか、新しい感動もこの1年の中にあったりして、この曲の最後の方にも、時に私の後ろに光る星っていう言葉があるんだけれども、今自分が見ている目の前っていうのは本当に真っ暗で、ただただ怖くてっていう景色かもしれないけれども、視点を変えてみれば、いつもと変わらないものがちゃんとなくならずにあったり、もしくは暗闇の中だからこそ今までにない輝きを放ってると改めて感じれるものがあったりだとか、そういうものを見つけれる時間だったりもしたのかなって、前向きに考えればね、改めて大切なものを気づかせてくれる時間だったりしたのかもしれないなというふうに思っております。この曲の中で、星が見えない影だからこそたくさんのエールが詰まっているんじゃないか、今耳を澄ませて聞く時なんじゃないかっていうふうなことも歌ってくれているような、気がして、私もこの毎日を支えられた一曲です。ということで、またこの R がね、歌う星影のエールがたくさんの人の心にメッセージとしてしっかりと届くことを、祈っております。それでは、楽しんで聴いてもらえると嬉しいです。 R でした。